はい、こんにちは。今日は10月29日で、お昼は結構時間かけて買い物行ってきました。で、買い物は普通の日常の食料品とかいろいろ買ってきたんですけど、なんかコロナの自粛がまた繰り返されるようななんか噂なんですね。だからやっぱりこの前ね、買いにくかったトイレットペーパーとかね、ちょっといろいろ消毒剤とかいろいろ買いだめをねしに行ってきました。で、帰りに普通だいたい結構有名な朝ごはんとかお昼ごはんとか食べるジムというレストランでお昼食べたんですね。で、ジョンはハムサンドイッチとフレンチフライ、それにスープ付き。で、私はスパゲッティ、ミートソース、それにブレッド、パンが付いたやつを頼んだんですよ。そしてそれが出てきてびっくり。なんと粗末な、でまたなんとまずい。コロナウイルスという名前でね、サービスももう食べ物の質もですね、もうまるっきり落ちてしまってね、がっかりしました。でも値段は全然変わらないんですよ。でね、悔しいからね、今日はねおごちそうを作りました。そしてまあ私たちのごちそうって言ってもたかが知れてるんですけど、ご飯が出て、そうね、刺身みたいなのが出て、ちょっと何品かついたら、うちはもうすごいごちそうです。だから今日はごちそうです。それに肉じゃがも作りました。これもまた普通作らない。全くすごいごちそうです。アメリカはね、ステーキなんかごちそうじゃありません。これがそのね、スパゲティとブレッド、パンね。で、ジョンさんが食べてるのが、ハムサンドイッチにフレンチフライ。なんと小さな皿に入ってるんでしょうね。そして横にあるのはスープなんですね。スープの味は良かったんですけどね。レタスの飾りもない。何もないです。もう本当に食べるものだけ。なんか見てのね、食欲をそそるような、全然ないですね、そういうサービスは。で、このコロナのことでね、この右の方にテーブルに見えるでしょ、これプラスチックの置物、ここには座っちゃいけないってことです。これで間隔を保ってるわけですね。で、ここはね、国道のすぐそばで人通りも多い、立地的にはいいとこなんですよね。でも本当に早く元通りになってほしいですね。さあ、今からね、ひき肉を使ってで肉じゃがを作ります。ひき肉を今からよく炒めます。まだね、ビデオの録画の早送りの仕方とかね、わからないから、肉が焼けたとこからまた始めますね。はい、肉が焼けたので、今ペーパータオルを入れて余計な油を取ってみてます。で、炒めながら紙と一緒に炒めると、ほとんどの油はここ吸い取ってもくれますね。そしてあとはもうこのペーパータオルを取って捨てるだけです。歳を取るとやっぱりね、自然にこう健康なものを食べようとするもんですね。さあ、今からですね、このお鍋に油を少し引いてですね、玉ねぎとじゃがいもを、玉ねぎが透き通るまで炒めます。じゃがいもは3個、中くらいのを3個刻みました。玉ねぎも中くらいのを半分スライスしています。玉ねぎの量はですね、でも個人のお好みでどうぞ1個入れてももう大変美味しいです。玉ねぎが透き通ってきたら今度はお水を入れます。お水はだいたい1カップ半から2カップ
入れれば十分だと思います。調味料はですね、酒大さじ3杯、みりん大さじ3杯、砂糖大さじ3杯、醤油大さじ3杯、それに粉末のだし粉を小さじ1杯使います。最初に入れたのはお酒ですね。で、みりん、お醤油、それにお砂糖が入ります。それに粉末のだしの素。これ最初の方はですね、味がすごく薄いんですよね。でも煮詰めるうちに味がどんどん整ってきます。さあ、これに肉を加えます。肉はね、もう少し早くから入れててもよかったんですね。これ肉はですね、500グラムぐらいね、炒めてるんですね。でも半分は他の料理に使うので、炒めてるから使うのは半分だけです。だから250グラムのひき肉を使ってます。はい、このじゃがいもが随分ですね、いい色になってますね。で、味見をしたらね、やっぱり少し薄いんですよね。だからお醤油を少し足します。これは一度にバッとかけないで、少しずつ煮込みながらね、味見をしながらお醤油は加えます。甘みとかね、あとは全部美味しいです。うん、美味しいです。もう少し煮ます。さ、ひき肉の肉じゃがが出来上がりましたね。できて美味しそうですよ。ね、いい感じにできてますね。うん、よしよしよし、バッチシです。はい、これは夕ご飯です。ね、美味しそうでしょ。こうとろっと溶けてね。これね、少し冷えてから熱いご飯にですね、こうかけてね、うん、ご飯がいけそうです。Hey, Lily, you're gonna be in this picture too? はい、今日はですね、うちのおごちそう。まあ今日はね、日本食ですね。なんかね、向こうにあるのがさっき作った肉じゃがですね。美味しそうにできました。そして、左の方にあるのが、あれですね、マグロ。マグロはね、周りをちょっと焼いてあります。で、マグロの横にあるのがハムですね。ハムにチーズ。そうね、アメリカ人はこうして食べるの好きですね。そしてそれに卵の厚焼き、きゅうり、カニカマ、それにお吸い物。その具はですね、さやいんげんと、なんかね、青菜ですね。それに日本風のきゅうりのサラダ、それに普通の海苔。これは佐賀県のね、海苔で、本当に美味しい海苔です。パリパリっとして、これにわさびをつけて、はい、今からいただきます。うちはね、普通大皿1枚で全部乗ってます、ご飯おかず。だからこういうふうにお皿がいっぱい出るとね、ジョンがすごく感激します。
じゃあね、またね、バイバイ。